イスラエルハヨム氏の配布、エルサレムにて、イスラエルハヨム社イスラエルハヨムは、イスラエル全国紙のヘブライ5日刊フリーペーパーである。2007年7月30日に発刊され、タブロイド版で出版され流通している。その名前イスラエルハヨムは、よく知られる、USA t o d a トと同様のバリエーションであるが、その西間に関連性はない。イスラエルハヨムは、イスラエルで2番目の発行部数で、 2009年後半に23.2%から26.6%にマーケットシェアを拡大した。発刊時、イスラエル・ハヨムは、シェルドン・アデルソンに所有された。直接的に競争した他のフリーに関しイスラエルは、以前に、アデルソンの共同経営であったが後に廃刊した。2009年10月に、イスラエル・ハヨムは、週末版が発刊された。編集長は、 アモス・レゲブである。パブリシストのダンマ・マルガリットは、マーリーブをイスラエル・ハヨムに協力させた。イスラエル・ハヨムは、その公平な傾向のために、ジャーナリストたちにより賞賛を受け、その一方で批判をするジャーナリストたちがいる。ベンドロール・イエミにはそれを民主主義の脅威と形容した。ありがとうございます。